はい、皆さんこんにちは、アクアレノンです。今日もね、アクアレノリウムの方やっていきたいと思います。今回はですね、キバ魚ですね。キバ魚ね、うちキバ魚はね、タライロンっていうね、タイガーホーリーっていうキバ魚がね、1匹いるんですけれども、まあ、それ以来の、キバ魚を購入したんですね。まあ、このキバ魚はね、もうお気づきの方はね、こうシルエットでね、大体分かってると、お分かりかと思うんですけど、まあ、結構有名なキバ魚です。ね。このキバ魚の方の動画をご覧ください。はい。ということで動画の方始まりましたけれども、どうですか？分かりますか？ちょっと遠目から映してるんですけど、何の魚でしょうか？これね、もう2種類ですよね。2つに絞られますよね。結構ね、これ、まあ、すぐ分かる方はすぐ分かると思うんですけど、結構似てる魚がいるんですよ。まあ、ちょっと答え言っちゃうと、ピラニアナッティですね。ピラニアの中でも一番安価な。で、最大体長が30センチぐらいかな。あんまりそんなに大きくならない中型魚のピラニアナッティリっていう種類なんですけど、これにめちゃめちゃ似てる魚がメチニスっていう魚がいるんだけど、やっぱメチニスにそっくりっすね。うちにね、今の方の120センチ水槽にメチニス1匹飼ってるんですけど、やっぱ顔そっくりです。で、そのメチニスよりも性格がね、ピラニアの方がね、ナッテリーの方が臆病です。見てください、この臆病ぶり。今回ね、大人買いして1匹ね、約400円ぐらいだったんで9匹買ったんですよ。全部買ったんですよ、在庫。金台総貨店さんでね、通販ですけど、これも9匹いるんでって言われたんで、9匹全部くださいって言って大人買いしたんですけど、まだ3センチぐらいっていうことで、で、みんなまだちっちゃいから、まあ、子供っていうのはあるんですけど、ピラニアナッテリって結構現地では恐れられてるんですけど、で、皆さんも結構獰猛なイメージ持ってる方いらっしゃると思うんですけど、ピラニアって結構種類がいて、ブラックピラニアとか結構もっと大きくなる40センチとか50センチになるピラニアもいるんですけど、このナッテリっていうのは一番おとなしいんですよ。で、結構臆病、性格は。で、神経質って言われてて。で、このナッテリーっていうのが一番安価で売られてる。まあ、さっきも言いましたけど、安価で売られてて、一番大きくならないですよね。中型魚ぐらい。だから、買いやすいというか。まあね、値段的にもコスパ的にもいいですしね。そのブラックピラニアとか、そのもっと獰猛なピラニアもいるんですけど、このピラニアナッテリーに関しては全然獰猛じゃないんですよね。だからこうやって群れで、結構集まってるんですよ。でね、赤虫をあげてるってことだったんで、すぐに、人工餌には餌付いてくれないかなと思ったんですけども、初日から、ちょっとカーニバルを3本ぐらい落としたら、こうやって食べてくれてね、1匹が食べ始めたら、やっぱりさすがピラニアだなっていうところで、こう群れをなして食べてるところなんだ。やっぱピラニアですね。こう、1匹が傷、それに他の魚も呼応するようにこう行くわけですよ。で、人工餌、相手は人工餌なんで、まあ、生きてないですけど、結構一匹が行くとそれに釣られてみんなこう集まってきて集団で襲いかかる的な食べ方してるますよね、こうやって。まあ、この辺がやっぱピラニアナッテリー、ピラニアナッテリーで、まあ、おとなしいピラニアといえども、やっぱこう食べるときはね、やっぱ迫力ありますね。こう迫力というか、こう集団で襲いかかるって感じですよね。これがね、やっぱピラニアの魅力ですよね。メチニスはこんな食べ方絶対しないんで。で、ピラニアってやっぱりこの子供の頃からすごい鋭い牙持ってるんで、このカーニバルもね、口は結構小さいので、こうやって、この歯でね、鋭い歯で、ちぎりちぎり食べるというか、こう食べていく感じ、やっぱりおピラニアだなって思いますね。まあ、初日からね、いきなり人工飼料与えてなかった個体だったのに、9匹とも全部カーニバル食べてくれたんで、すごい楽ですね。ということで、今回ピラニアナッテリー 9匹を大人買いした動画の紹介でした。ご視聴ありがとうございました。ごきげんよう。チャンネル登録もよろしくお願いします。ピラニアナッテリー9匹全員大きくしたいと思います。